マロフは海洋研究開発機構の旋回用ハイブリッド型無人潜水機。水温、溶解機体、微生物などの変化が大きい深度500メートルまでの旋回を効率よく広範囲を探査可能な小型潜水機として2004年にジャムステック海洋工学センターが広数株式会社と共同で開発した遠隔操作無人探査機と 自立型無人潜水機の両方の機能を持ったハイブリッド型の無人潜水機で光ファイバーケーブルによる優先遠隔操作を行うユーロフアンテザードリモートリーオペレーテッドビヒクルモード音響及び磁場による無線遠隔操作を行う音響磁場遠隔モード事前に入力した経路を航行する自立航行モードの3種類の運用が可能である広域を探査するため 水平方向の移動能力に重点が置かれており、2ノットで4時間以上の航行能力がある。一方で、全長1.4メートル、重量80キログラムと小型であるため、小型船でも運用可能な簡便差を有する。2008年11月には、ハイビジョンカメラを搭載した改良型の始めロフを使用して、 人工衛星を利用した深海探査機の遠隔制御実験に成功している。システムは基地局、中継局、洋上局、静止衛星で構成され、それぞれの端末はノートパソコン程度の設備で、洋上局からは映像と運用状態を、基地局からは運用指令を最大 1.5Mbps で通信する。洋上局は 20cm 角の小型アンテナで、 送受信を行うため、小型の漁船などでも運用可能である。2008年11月18日と20日行われた試験では、神奈川県三浦市の油壺湾で、東京大学の臨海丸を養生局として、マロフを先行させ、東京大学三崎臨海実験所に設置した中継局とジャムステック、横須賀本部の基地局の間を、宇宙航空研究開発機構及び、 情報通信研究機構の協力により、キク8号で結んだ。洋上局から基地局への映像の伝送と基地局からのマロフの遠隔操作が行われ、動揺する小型船からであってもハイビジョン映像が伝送可能な通信速度が確保可能であること、陸上の研究者が先行調査に直接参加可能であることが確認された。ありがとうございます。